はい、どうも皆さん、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はいつも動画をご視聴ありがとうございます。サボザムネと申します。みんなで空気読み。はい、空気を読めない男が空気を読んでいろいろと学んでいくスタイルということでやっていきましょう。まずオプション、セーブレーダーの削除、初期状態に戻しました。1からやっていきましょう。なんでかっていうと、さっき撮ったんですけれども、データがノイズが入ったので動画に使いませんでした。さあ最初、ここは自由に空気を読んでいい空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める、空気を読める世界、心ゆくまでご堪能ください。画面内の赤いのを動かすことで空気を読み、そうじゃない場合もあるが、そこは空気読んで違う行動を取り、中断したいときはプラスボタンかマイナスボタンを押せ。はい、ということです。やっていきましょう。第1問。2人連れ。はい。お、座れよ。第2問。よいしょ。ベスト。OK。これぞドミノ倒し。これぞの意味がわかんねえな。第3問、行こう。伏せ。オーケー。素晴らしいですね。第4問。赤じゃん？はい。はい、どうぞ。ちなみに関西だと右側に立つんですよね。よし、オッケー。こういう感じのね、ところ見たことないんですけどね、僕はね。程よく、やめてるっぽい。程よくでいいんですね。程よくでいいんです、程よくで。よし、次。どんどん行こう。ロンドン行くよ。サンタさんだ。青天坊のサンタクロースだ。クリスマス前にやってきたよ。8月今。4ヶ月後ですよ。はい。ご注文は生。へえ、みんな生好きなんだ。何言ってんだ俺は。はい。生で。言ってたな。お前な、何、お前はよく生ビール飲ませるからなって。そうですよね。確かにそうだっつって。クイズの正解になっちゃった。そんな連呼しなくてもいいんだよね。お客さん、店員さん来るから。A、B、A。C の子もなかなかいいと思うんだよね。金髪だったらいいかもしれないね。はい。何を言ってんだ、俺は。最後の引き出したら、付き合ってください。うん、いいよ。おーさい。よかったな、お前ら。一人身の俺からしたらちょっと尽くさそうだけどな。赤がしゃばに読めてるっぽいね。怖いね。はい、行きましょう。第11問。よーし。あ、そういうこと？飛べるやんこいつ。よっよっよっ。やっぱマリオだよね。多分マリオだよね。箱壊してもいいと思うかもわかんないけど、まあいいや。クリーチレイ着席、おはようございます。あ、グッモーニングエブリワディ、グッモーニングエブリワン。はい、彼女動物園に来ました。おお、おお、イエス。はい、足早に去りましょうね。哺乳類ですからね。何言ってんだ、哺乳類だからですね。意味わかんねえよな。いやー、お化けやーい。はい。ありがとうございます。うん、イエーイ。ウェーブっていう、ちなみに野球場でのウェーブは試合終了後にやると一番いいでしょう。オールスターとかね。それ試合中になるとね、ボールとかちょっと見づらくなってしまうんでね、試合中のウェーブに関してはご遠慮いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、程よく、やめてるっぽい。程よくが一番。はい、次16問目。喉がガサガサになってきたよ。
あ、そういうこと？そういうこと？そうだよね、傘あるまま行っちゃったらあのガンってぶつかっちゃうからね。どっちか傾けないといけないから、俺が傾けるのが一番だか。次のバス停で降りる僕です。次は終点中野車庫、中野車庫です。はい、しょうがねえな、譲りたくねえんだけどよ、しょうがねえな、心して座れ、譲られて当たり前だと思うなよ。ラブロマンスでしょ、タイタニックかな、タイタニックでも行くのかな、沈んでしまうよ、いいのに。はい、重いところ言わずにやっていきましょうね。はい、あ、こういうことか、そういうことか、そういうこと、俺が車道側を歩けばよかったんだ、そういうことか、なるほどな、多分そういうことでしょ、きっと。ほどよくやめてるっぽい。そう、審査基準がわかんねえんだよな、マジで。審査基準なんなん、このゲームの。はい、おはようございます。はっ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 、おーおーの落としてはいけないやつだよ。うん、ご隠居様だからね、水戸の三月日光だからダメだよ。こちらにいたすことをどなたが心得る、水戸の三月日光であるぞ、背が高い控えおろうってやつだな。あ、まあ茨城、まあ、水戸の三月日光に関しては、まあ水戸駅に近くの像があるのでね、よく見て、ま、見ましたけどね一回。はい、思っていいのかな、するのでさせました。だからふんと空気読めない、疲れたら勇気出して手を連れてきた、私もう付き合ってるよね。クソがリア充がぶち壊してやろうかな。そんなね、リア充ぶち壊してやろうかって思うのは勝手ですけど、行動に移しちゃいけませんよ、捕まってしまいますからね。はい、捕まるんだったら普通に内面でね、爆発すればいいのにとか思ってるのが一番ベストなんですよ。はい、さあ行きましょう。26問、誰かイエローやってくれかな。はい、私やります、キレンジャーやります。5人揃ってゴレンジャー、これ腕ですね。ブヨブヨって書いてあるのか、ぷよぷよ、ぷよぷよだけどテトリスやん、ぷよぷよやけどテトリスやん、これ実際に飲められないで君を見てあげるね、わー楽しみに。欲望まみれなのもいいこと思いますよ、そうじゃない逆に不安、自分の欲望持たないとダメだよ。いけーみ、こっちだってのかな、多分あからさまに、あ、これが正解だったっぽいね、たきっと俺から見て、なんか右側だと、あの、その、赤い人から見て左側だから、合ってるのか間違ってるのかよくわかんないんですよね、その辺。その辺ちょっと配慮してほしいな。ツルテカボーイ。はい。バーですね。バーバーは床屋です。何もないのに床屋に行くのもちょっと良くないので、はい。冷やかしです。まあ飲みなってやつだな、あちらのお客様からです、君が手術に勝てるように明日のホームランを打つぞ。さあ9回表、
9回の誰もいません、ランナー満塁、打てば優勝の場面で、打ったレフト線、スタンドに飛び込んだサヨナラ。はい、フライングボディープレス、ミル・マスカラスかな。これが最後のボールだ、絶対に当てなくちゃ。おう、モンスターボールだ。程よく、よし、程よくやめてるんだったら OK だ。全然 OK でしょ。いそうよ、よいしょ、危ない、よいしょ。結構プレッシャーなんだよ、長野は。引っかかったら引っかかったりさ、自分が悪いってなっちゃうしさ、大体見せられるんだよね。はい、ということでよろしく。で、それ失敗した結果こうなるんですよ。失敗し、縄跳び失敗した連中が集まって暴走族みたいなのつくんですよ。縄跳び、反縄跳び連合みたいな。なんだこれ。うん、見てないです、社長。私見てないです。ナイスショット、ナイスショット、ナイスショット。絶対うまくいかねえよ。ちょっと起きてください。起きてってさな。はい、40問。手を拝借。よーよし。これね、若干のラグがあるんだよな。ほんとこのこいつのさ、このリーゼントのさ、これ右腕っていうの、右腕どうなってんのこれ、どういうこと、ペッパーミルみたいになってるやん。ああね、ちょっと、ああちょっと見えそうだけど、そのままにしておこう、寝かせてあげよう。経験あるんだよな俺も、大学時代に。42問、よし、いいぞ。A 区の握手会だ。今回はちょっとこっちに並ぶ。お、そーい、よし、これで平和的解決だ。で、二人とも大きかった。すごい大きいってやつだな。何言ってんだ。ああ、ちょねえ、意味がわかんないんだよこれ。毎度毎度。少し寒くない？了解。エアコン切るのが一番なんだよ。程よくやめてるっぽい。程よくが一番ですね。はい、46問。ああ、よし。買えばいいんだよ、B 子。さっきのやん、さっきの女の子やん。さっきの子やん。負けないぞー。うわー、うわー、やられたー。いやー、君たち強いなーって。本当はあれ、子供たちをわーってやるかもしれないけどね。こっちにコーヒー買ってきてよ。了解。ホットコーヒーだ。俺コーヒー言うたから。変えてもらいたい。変えてもらいたかったんだよ、僕だって。驚異の飛行術。はあ。うわ。いて、俺が飛行になられた。よし、飛行になられた女の子。これ後で正、なんか正解とかないのかな。いやダメ、見たら終わりだと思ってる本当にね。これで高校生の、なんか実際にさ、
やったらね、犯罪だし、社会的にアウトだし、職を失うし、何もできないからね。うん、彼女でもない女の子からちょっとあれだけど、申し訳ないけどちょっと離れますよね。スピードを緩めつつね、緩めつつ、ここだー人にかかんなきゃいいんだ、人にかかんなきゃ。兄ちゃんお腹すいた。兄ちゃんがなんとかするから頑張ろうやぞ。やったかな、やったか放題、書かなくてもいい。最後の一本、こう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 だから、こう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 だな。一本ここに一本こう足せばいいんだ。これで勝てるだろう。美味しく食べるんやで。どこ隠してんだお前は。だから恥ずかしがるな、恥ずかしくなるな。ロボットやろ、男の子のロボットだとしても履いてろよ。そこは履いてあれ。56問、写真のないのにお前の見てあげるね。わー楽しみ。はっ、掃除よし。危ない危ない、毛が抜け落ちる。いいかな、聞いてます。で、どれが出たの。もう聞いてんの、聞いてますと。もう行こう。うんうん、聞いてるよね。向いて喋ってやれ。別れるぞ本当に。これぐらいが一番ベストかな。一体何を聞いてるんでしょうかね。第59問、はい行きましょう。プレミアムフライデーだ、えらい。帰れ帰れって。本当にこんなプレミアムフライデーがあればよかったんだけどな。よし帰ります。かっしゃーい。帰れるわけねえじゃん。ワンチャン肉、乳牛のことをかけて焼肉食うのも一番だけどさやった瞬間にこれさ、サイコパスだもんね。この時点でサイコパスだもんね。あからさまに読めてるっぽい。読めてんだったらいいじゃねえか。61問65問ぐらいでパート切るか。よし、まあ、卵は取れたよ。オッケー、次。お手を拝借。よーっと言ったら叩いてね。よーっ。おー、揃った。やった。揃うもんなんだね。やった。小さいことが嬉しい。後打ちなんでね。お金払ってんだから大丈夫ですよ。横にずれるだけですからね。はい、64問目。よし行こう、どんどん。コーランレスポンスいくぜ。イエーイ、ラブアンピース、イエーイ。 We are cannot。 多分 cannot ってバンドメンバーなんだろうね。それから出来損ないって意味かもしれないけど、どうだろうね。いまいちちょっとわかんないですけど、やってみるか。コスプレやめろよ、ほんとほんと。なんでなんでロボット、ダンボールか、ダンボールでコスプレしてんのかお前は。なんだダンボールでガンダムって書いてあるのか。これでそこはかとなくなんだもんな、失礼な。ということでね、実はですね、みんなで空気読みやつでワンツースリーと全て、購入しておりまして、
この後ですね、どん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 やってって、1やって、2やって、3やって、で、空気の読めないところがどこまで空気読めるのかということで、ちょっとやっていきたいなと思ってますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、短編実況なのでね、多分そこまで長くはならないとは思いますが、みんなでご視聴いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。概要欄の方に他の実況のリストも載ってますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。